JR 姫路駅南口から徒歩10分ぐらいの北条という地名のあたりです。川のそば、桜満開です。今日は4月何日だっけ？4月の6日です。満開です。ここは、なるほど、ちょっと品がいいですね。木も大きいです。こんな感じで満開です。姫路市北条、川のそば、満開の桜、ソメイヨシノです。ちょっと散策してみましょう。はい、こんな感じですね。ちょっとサンシャインがないから、ちょっと綺麗に見えないかもしれませんけど、満開です。今日土曜日なんで、ちょっと綺麗に映りますかね。道路を渡って反対側に来ました。桜満開です。姫路市北条、こっち側ですね。満開の桜です。ここ木大きいから、関東と同じ感じですね。川のそばで、はい、満開です。皆さん、みんなカメラ撮影してますね。だけど一般にはあまり人来てませんね。はい、じゃあ川のそばの方に降りてみましょう。綺麗な、これ何ですかね。これは、これも桜ですかね。何もネーミングがないんで、これちょっとピンクで綺麗ですね。これも満開です。こんな感じですね。はい、これはソメイヨシノです。まだトップの方はつぼみのような気もしますけど、ああそう。ちょっと歩いてみましょう。桜並木続いてます。ここいいですね。春になったら桜が咲いて、ああここ最高ですね。北条、うん、これはいい。人も多くない、静かだし、川あるし、うん、いい雰囲気ですね。外堀川って書いてあります。
これは案外姫路では穴場ですかね。そんな宣伝もしてないし、桜は姫路城がメインですから。いや、ここはほんまに穴場です。いや、案外大きいですねこの桜ね。この木の太さ見たらどうですか。番号を打ってますね。これ58番、58本目っていうこと、59番ですねこれね。はい、どん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 桜あります。今夕方の5時23分です。いい感じですかね。もうちょっと明るい昼間だともっと綺麗に映るんですかね。でもいい感じです。うん、ここは本当に爽やか、すっきりして品がいい。全然川があっていい感じですね。夕方の散歩、朝の散歩、最高のロケーションです。はい、5時25分になってますねこの時計は。最高のロケーション、最高ですねこれは。こない感じです。すごいです、すごいです。いい感じ。あー、こっからもっとすごくなりましたね。ほら、こっちも対岸にも桜並木です。はい、こんな感じですね。いい感じですかね。やっぱりこんなロケーションで、ずっとこの外堀川のほとりを桜が並んで咲いてます。満開の姫路の桜です。さあ、また橋に差し掛かりました。オーマイガッド、こっからすごいですね。これはほんまもんですよ。いや、これはすごい、これはすごい。北条秋葉橋、よし、これはすごい。わお、すごいわ。ちょっと橋の上から見てみましょうか。いや、これすごいね。これはちょっと本当に足利の桜みたいですね。ここは本当にすごいです。わお、川にせり出して桜が見えます。これはいいですね。足利の桜思い出しますね。いや、ここはいい、本当にすごいですね。いや、やっと本当に桜並木見つけたって感じです。小野市の桜はちょっとびっくりするほど寂しかったけど、ここはテレビで言ってないだけあって
その割にはすごいですね。こうホッとしますね、これね。春の本当に訪れって感じがしますね。桜、これが本当に日本の桜ですよ。川のほとりに桜が、何十年も育った桜があります。こういうの関東の風景ですよね。こっちはあんまり本当にこういう桜並木ないですね。それでいて、ここはあまり宣伝してないんですが、人は本当にポロポロですね。ああ、これはいい。ほら、桜が川に反射して映ってます。春です。4月6日土曜日の桜です。5時28分。これ日差しの綺麗な時に撮るともっとキラキラ光ってるんですかね。はい、橋渡って今こっちから来ました。はい、この正面にあるのは駅ですかね、姫路駅。はい、じゃあ川のほとりに降りてみましょう。今日はちょっと曇り空ですから、曇り空でちょっと桜がどう映るか、本当にでも落ち着いた風情があって、こういうのが本当に桜の満開の夕暮れ時ですね。なんか気持ちが落ち着きます。桜です。はい、階段を降りて行ってみましょう。はい、下に川に向かって伸びてます。すごいいい感じですね。これが本物の桜並木ですね。すごい桜並木です。いや、こっちは本当にあんまりこういう風景は見られないんですけど、ここ来てやっとなんか喉に疲れてたもんがスッと取れた感じがします。あー春だな、あー春だな、春だな、春だなです。はい、春景色です。すごい春の景色。いや、どこまで向こうもちょっとまだ桜並木ありますね。これ続いてます。本当に小野島で行く必要はなかったですかね。いやー、こんな近くに姫路にあるらしい。川です。春のせせらぎ、ちょっとゴミありますけど、そろそろエンドオブ桜ですかね。
川に垂れ下がったこの桜の風情が何とも言えませんね。はい、これ桜をチュッチュ食べてる、名前は分かりませんけど鳥ですね。よく見かけます、どこでも。これははもうありませんね、桜ね。ここまでです。いや、こっちまだつぼみですね。これまだつぼみの桜。でもほぼ満開です。だから花びらはほとんど落ちてません。でも一番綺麗ですかね、今ね。花びら落ちるとこがまたいいんですよね、風情があってね。はい。